ですか。あ、そうですね、はい。もう、最後ヘトヘトよ。あれギリ、ギリ。あれギリ、1時半あれギリ、あれギリ、あれギリ。最近深夜配信なくて困ってますって言ってますよ、みんな。困ってる、ごめん。うん。寝てんのよ。あ、そう。これがまた。え、ボンさん、バイオ配信はまだですかって。バイオ。そうなのやりたいんだけど、もう眠くなっちゃった。あ、そうですか。眠くなっちゃう。うん。いや、そうなんねえなぁ。まあ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 、眠いときは寝た方がいいですよ。それはね、睡眠は大事だから。眠くなっちゃうのよ。深夜時ね、やんなきゃな、なんだけどね。うん。逆に生活習慣を崩さないとなれないんだよな。できないんだよな。まあね、うん。生活習慣やっぱ、うん、あれ崩してなんぼの配信だからさ、まあまあまあ、深夜は。まあ、うん、そうなの。最近ちょっとボンさんの枠で猫おじがやってますから。いや、そうそう、猫おじ深夜ね、やって。深夜枠。おじいちゃん、おじいちゃん。猫おじいちゃん深夜枠でやってますから。猫おじいちゃん深夜ね、暴れて、暴れてんね、暴れてんね。うん、うん、うん。猫おじこそ、いつ寝てんのよってなるけどな。猫おじすごいっすよね。すごいよな。まあでも猫おじやっぱ昼のミーティングとか結構寝坊してくることが増えましたよ、前より。なるよね。うん、前より。なるね、それは。寝坊が増えたなっていう感じはありますけど。うん。うん、まあ全然いいですけど、はい。うん、いや今日の猫おじいちゃんの動画ひどかったって感じなんで。で、まあ基本的に猫おじの動画、うん、うん。その、あれ、猫おじいちゃんにしろ、その、ポコ太郎にしろね。うん。猫おじが絡むと、半分ぐらいひどいもんになる。なんでそんなこと言うの？ひどいっていうか。なんでそんなこと言うの？ひどいっていうか、もう猫おじワールドになるよ、もう。あ、そう？うんうんうん。うん。あ、そうですか。猫おじ。猫おじワールド、猫おじワールドやばいもん。でも今日のあの、みんなでやった、チート軍団 VS オンリーは、うん。あれマジでね、うん、大変だったあれは。あれ言っていいか分かんないけど、あの2日間に分けて撮影してた、うん、そうなのよ、そうなの、これ本当に。いやマジでまさか、うん、こんなに時間かかると思ってなくて。本当に。あ、そうですか、うん、うん、2日間に分けてなんか二日間に分けて撮影してるなーって思いながら。すげー時間かかったからね。うんうん。いや、そうです。いくらなんでも、うん、こんなにかかると思ってなかったのよ。大体チート使ってますからね。そもそもオンリーに勝つつもりでやってますから。そう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 。全然もう、3、40分でクリアするつもりでやってんのよ。はいはい。っていうか、スタッフさんもそれぐらいの、あれで予定立ててる。まあ、それはそうでしょうね。うん。その、多めに見積もって1時間ぐらいの予定で立ててくれてんのよ。まあ、でしょうね。うん、全然収まんなかったから、これは。2日間に分けて撮りました。マジで。なんでなんだろう、ね、なんでだね。力にやっぱ溺れちゃうのかな。溺れちゃうのはめちゃくちゃある。3人ともこれは。ああ、そうか。3人ともまあ、まあ、まあ、面はあれだけど。うん、まあ、面は溺れようがないもんね。溺れは、そう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 。3人ともね。うん、そうそうそう。そうですか。いや、大変だったのよ、あれ。もう裏話すと。うん、ちょっともうその、面がさ、その神様役というか。はい、ああ、そうですね。うん、まあ何でも力を持ってる役だから、はいはいはい、どこまで面にやらせようかっていう、どんどん、だんだん甘えてくんのよ、うちらも。まあ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 、そうね。うん、そうね。うん、ラインをちょっと超えそうになってるから、途中、本当は。で、いや、それはさすがに、みたいになって。あ、そうですか。うん。塩梅がね、難しい。塩梅が難しい。もう全部。次回も最終回予定してますから、僕は。え？次回最終回予定してるんで。最終回？決着つきます。チーター軍団ついに勝ちます。はい。いや、勝ちますって、なんで取ってないよ、だってまだ。次は、もうマイクラに存在する中で、うんうんうん、一番チートなチートを用意するんで。マイクラ史上、マイクラにある数多くのチートの中で、一番最強のチートを用意する。何最強のチートって。うんうんうん。今回茶番に30分かかってましたって、てっぺいさんから垂れ込みありますよ。ちょい、ボンさん。茶番に30分か、勝つ気ないっすか、まさか。いや、違う、茶番っていうのは違う、あの、オープニングで、オープニング、ね、始まる前。あ、始まる前ね。始まるまでの、その、オンリーちゃんとも含めての茶番。ああ、びっくりした、びっくりした。茶番。始まってから30分茶番してたから。いや、そんなわけないです。それ勝つ気ないでしょ、もう。それ勝つ気ないなって、うん。スタートまでの茶番。はいはい。
でも今回はマジで本当にもう、ええオンリー何分でクリアしたんだろう逆に今回。オンリー30分ぐらいだはず。早いな。いや、はい、それが早すぎんのよ。早い、うん、マジでちゃんと進化してる。21分、うん、もう無理じゃん。そんな早くない？そんなんでクリアされてんのよこっちは、ね、いやもうそれは別に惜しくもないから、それボンさんたちが40分でそりゃ勝てないねって言葉は出るけど、うん、なんか2時間近くかかってたらもうそれはもう自業自得だよそれそっか、え21分すごいな。オンリー無理だよやっぱ。すごいなオンリーマジで。いやでも最強のチートを使うんでしょ次ね。次はでももうなんか視聴者さんからもさすがにそれはやりすぎですって止められるぐらいのやばいチート。マジ、うん、マジそんなやばいチートやばいチートがあるんですよ。頼むよ。そういうの待ってた、うん、そういうの待ってた、そういうの待ってたよ。ちょっと頼む。もういきなりエンディング。もういきなりよ、うん、これは楽しみ。21分すごいな、うん、これで勝てなかったら終わりだねって言ってた。あ、そんなそんな、うんうんうん、そんなそんなチート。もうやばいらしい。10分でクリアできるって。まあわかんないけど、まあそんなチートあんだ。さすがに勝つよそうなってきたらうんうん、うん、まあ、ちょっと、うん、はい、楽しみです、ね、余裕倒します。もうじゃ終わりますか今日は。最後だ。感動のエンディング皆さん待っててください。次回最終回、うん、オンリーを倒して感動のエンディング。チート軍団はねマジで最近人気ありますね。前回今回も伸びがやばいんですよ。もうチート軍団公開6時間でもう10万再生余裕でいって12万再生いってる、うん、マジで伸びる。すげえなチート軍団。チーター軍団マジでみんな大好き。チーター軍団やばいな。チーター軍団やばい本当に。俺この6時間で12万再生はエグすぎる本当に。何チーター軍団、うん、チーター軍団。チーター軍団、いや俺毎回これ毎回いつも言ってんだけど、はい、毎回撮ってる時まるで手応えないのよ本当に。え毎回これで大丈夫かなって不安になる。毎回手応えない本当にやってる方は大丈夫かなと思って。そうですか、うん、これ本当毎回ようんうん、うん、まあ、分かりやすくはありますよね。日本トップクラスのオンリーと、うん、確かに初心者たちがチートを使って、その構図が分かりやすいじゃないですか。初心者じゃないんだけどな、うん、確かに、うん、分かりやすい分かりやすいし、うん、まあまあまあそうそう。チート軍団で次回最終回なんだけど、まあ、別にリターンズとかはあるからね、うん、確かに帰ってきたチーター軍団はまあ全然ある、うん、あるでしょうよ、うん、すごいな6時間で12万はちょっと同行してますね。なんか何が分かんない。確かに分かりやすいっていうのは大事だけど、本当撮ってる方はいつもね手応えないのよ。そうか、毎回謝ってるもん。本当ごめんなさいって編集前に編集マンに謝ることあるんですか。なんか謝るっていうか、まあ、編集マンとかスタッフさんに全体に本当すいませんって、うん、おもろいな。すいません、なんとかしてくださいっていう感じ毎回。なんとかしてくれてるんだろうね編集マンが、ね、なんとかしてくれてるのよ本当に、うん、ありがたいわ。なんとかしてくださいっていう感じ。編集チームの腕ですわ本当、うん、あ今回オープン、今回オープニングが良かった。あざさざさ。確かに茶番入れてましたもんね。あ確かにそこだけはちゃんとやるわじゃあ。うん、そう、それは大事さ。やっぱその、ね、その毎回やっぱこの、うん、どういうストーリーなのかがあった方が面白いですよね。いいね、いいね、うん、その最近の逃走中もそうですもんね。逃走中もやっぱその、うん、もうね同じことの繰り返しになっちゃうから、うん、やっぱちゃんとテーマ性を持たせるっていうのを今回、うん。おじいちゃんがトイレ行くのが生々しかった。いや本当そうなのよ。一番大事な時にトイレ行ってんのよおじいちゃんが。もうおじいちゃんが本当にさ。いやでもね、猫じ面白いっすよね。おもろい。猫じおもろいっすよね、うん。おもろい。本当に。ちゃんとおもろいもんな。で一番行っちゃダメでしょ。廃業祭行ってる時にトイレって。うん。猫じおもろいよ。ボンさんも大事な時ピンポン
ピンポン言ってたから人のこと言えないよね。言えないね、言えないね、それはね。うん、ピンポンはでも行かなきゃだってさ。そうですか。まあまあ、まあ、旅行行かなきゃだよな。うん、はい、じゃあ、ゴンさん、ためになる話でお願いします。あ、ためになる話、ね、はい、ためになる話。